ストリンガー。ポケモン剣盾から参戦したこのポケモンは、電気、毒という優秀なタイプと特性により、今なお一部で使われ続けるポケモンである。おい冒頭から丁寧な説明するなよ。チャンネル登録者10人になるぞ。減りすぎじゃない？ということでどうも皆さんこんにちは。好きなポケモンで勝つのが一番楽しい、ニグでございます。変態型で強いポケモンお待ちしています。ツッコミ担当のマリサだぜ。ポケモンは運ゲー、カルビだぞ。よろしくな。ちゃっかり定着してるんですが。せっかくなのでレギュラーですよ。まあこの実況はワイワイしていた方が面白そうなのでね。登場1回でレギュラーとか、これはメイン実況のポジションも奪えそうだな。ちなみに面白いこと言わなければ即準レギュラー行きだから。ということでやっていきましょうか。ゆっくり実況の闇を見た。お相手のパーティーは、カバルドン、スピンドトム、エースバーン、ゴリランダー、キルガルド、オーロンゲだな。これはいい感じにストリンダーが刺さりそうですね。今回はこだわりメガネを持たせた最高火力型。対面ならカバルドン、スピンドトム、キルガルドを吹き飛ばせる技です。裏にはダイマックスで大抵戦える剣スイーパー役のドラパルト。そして最後はゴリランダー対策とクッション役のアーマーガーでいきましょう。それでは対戦、よろしくお願いします。先発はステローマ気に来そうなカバルドン対策でストリンダーからいきます。ストリンダーの特性、パンクロックは音技の威力を 1.3 倍にしつつ自身が受ける音技のダメージを半減する特性。これにこだわりメガネを合わせることで、爆音波でカバルドンがほぼ吹き飛ぶ火力を出せるんですよ。お相手の先発はギルガルドだったな。まあダメージレース的には押し切れますね。裏にカバルドンがいるかはわかりませんが、ここはオーバードライブで押していきます。弱点保険ケアのためにバークアウトは押さないんだな。さあ、どれだけ入るでしょうか。おお、いいダメージですね。剣盾で弱体化したとはいえ、あのギルガルドに等倍でここまで入るのか。お相手のギルガルドはシャドーボール。中くらいの耐久はあるので耐えてくれるはず。よしよし、影打ち圏外ですね。そしてギルガルドの持ち物が判明。食べ残し、これは耐久型なんですかね。まあこのままオーバードライブで押していっても大丈夫でしょう。おっと、ここはキングシールドでしたか。まあ体力を回復させたいならそうするだろうな。しかし、このストリンダーは大声系音楽部型、バンドメンバーガチャが活動の大半を占めるこのストリンダーには勝てまい。経験者からのありがたい言葉だ。音楽性の違いって本当にあるんだな。ニッチな内容でしみじみとしないで。さあギルガルドはシールドフォルムとなり食べ残しで回復。けどさっきのダメージ的にもう一発は受けきれないだろう。お相手が交換するならこのタイミングだよな。早く俺を試合に出してくれ。パーティーにすら入っていないんですが。お、引っ込めましたね。出てきたのはゴリランダー。なるほど、タイプ相性で受け切ろうという魂胆ですか。確かにゴリランダーならば半減で受けることができる。しかし、そんな甘い概念すらこのストリンダーは吹っ飛ばすんだよな。ゴリランダーの特性、グラスメーカーによりグラスフィールドが全開、そしてグラスシードで防御が上がったな。これは最近流行しているグラスシードゴリランダーですね。半減でもこの火力、さすがですね。いい感じに削っているな。次のサイクルで倒せそうですね。おそらくお相手の行動はグラススライダー。ダイマックスをしてもいいのですが、ここは裏のアーマーガーに交代しますか。ストリンダーとアーマーガーのサイクルを回せばいい感じになる。つまり実質俺だな。どうしたらその飛行回路になるのか。裏から出てくるのはアーマーガー。鉄壁ボディプレ型ではなく、サイクルを有利にするためのご詰め役です。お相手は10万馬力。いい感じに無償降臨できましたね。ここの対面はアーマーガーが圧倒的有利。基本的には何をしても許されそうですね。交流ライブで隅に固まっていても許されそうですね。陰キャすぎない？俺メインの実況をもう一本作っても許されそうだな。許されません。どうしてブレイブバードがあったら削ってもよかったのですが、いかんせんブレイブバードがないので交代されても大丈夫なトンボ返りでいきます。お相手はギルガルドを出してきたな。やっぱり交代してきましたね。これでゴリランダーのグラスシードの効果は消えました。トンボ返りをしつつ、ストリンダーで削っていきましょう。あれ、ここでドラパルトを出しておいた方が良かったんじゃないか。最後のポケモンはなるべく隠しておいた方がいいんですよ。能量大全にもそう書かれている。能量にポケモン全く関係ないよね。ってことでストリンダー再度降臨。グラスフィールドの回復がうまうまですね。ハチマキゴリランダーと合わせても面白そうだな。許されません。まだ何も提案してないよね。さあ、再度ストリンダーとギルガルドとの対面ですね。すでに影打ち圏内からは外れているので、下手に読まずオーバードライブを打ち込んでいきます。お相手はキングシールド。食べ残しとグラスフィールドでゴリゴリ回復していますね。動画の展開的にそういうのやめてもらっていいですかね。本音が漏れてるんですが。まあ、私もゴリゴリ回復していくのでありがたい面もあるんですけどね。あたぼうよ、これで俺の犠牲がもっと効けるってことだぜ。おい、こいつ喋りやがったぞ。ポケモンが喋るだなんて言語道断だぞ。ブーメラン刺さってるんですが。オスオス、軽音楽だぞ。よろしくな。名前がまんますぎる。ここはオーバードライブのままでいいでしょう。
この体力のギルガルドなら削り切ってくれるはずです。おら、俺様の犠牲に酔いしれな。ねえ、そんなこと言って恥ずかしくないの？陰キャ特有の悩みやめて。動画の方ではしっかりとギルガルドを倒せたな。グラスフィールドのおかげで回復もできたし、いい感じですね。お相手はゴリランダーを出してきたな。まだラスト1匹は出てきませんか。さっきと同様にアーマーガーに下げておけばいいんじゃないのか。まあアーマーガーはそのために連れてきたので、それで良さそうですね。もしかして私、ポケモン実況してる。逆に今まで何を実況してたの？おっと、ここでお相手が降参だな。今回は俺様が大活躍だったな。対戦、ありがとうございました。まだまだやっていきますよ。対戦相手は左上からエーフィ、エースバーン、ルカリオ、ニンフィア、ギャラドス、トゲキッスだな。これはストリンダーは出せそうですね。いい感じにどのポケモンとも殴り合いができそうです。早く、早く俺様を出してくれよ。歌いたくてたまらねえんだよ。この実況にすでに馴染んでいますね。なんだ、これ以上キャラが増えると色々大変か。いや別にそういうわけじゃないんですけど、なんかああいうキラキラしてる人が苦手っていうか。実況でも陰キャ発揮するの？とりあえず先発ストリンダーで殴り合いつつ、後ろにダイマックスを止めることができるミミッキュと、あとはクッション役のアーマーガーで行きましょうか。あれ、これ巨大マックスエースバーン止められないよな。それで破対戦、よろしくお願いします。あっこいつエースバーンが出てきたら速攻で降参する気だ。エースバーンなんていなかった、いいね。さすがにそれで押し通すには無理があると思うんだが。こっちの先発はストリンダーですが、果たしてお相手の先発は何が出てくるのやら。はい、エースバーンです。お疲れ様でした。あー、やだー。まあ、エースバーンなんて4人で倒してやりますし、初手降参読み、降参読み、座りとかしてやりますし。降参読みって何？おそらく相手はダイマックスしてくると思うので、こっちも巨大マックスしましょうか。あら、相手はダイマックスしてこなかったな。これはラッキーですよ。おい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 、俺様のことを舐め腐ってるのか？見せてやるよ、俺様の本当の姿を。巨大マックス。巨大ストリンダー、ここに爆弾だぜ。相手は油断している、そこにつけ込むのよ。お相手は火炎ボール。しかも持ち物はタスキではない。そしたらよ、俺様のよ、魂のビートを吹かせてやるぜ。よし、確定一発。これで最大の障害だったエースバーンを倒せましたね。ダイマックスは切ったものの、これでいい感じの展開になったな。次に出てったのはニンフィアだな。おっとおっと、お相手タイプ相性をご存知でない？ストリンダーさん、このトレーナーにタイプ相性を教えてあげなさい。悪い、今回毒技師搭載の方なんだわ。巨大マックス技でお茶を濁させてくれ。ここでお相手も巨大マックス、タイプ的に不利なのを見ると、もしかしたら弱点保険型なのかもしれないぞ。そうだったら巨大感電で逆に良かったのかもしれませんね。相手がどんなのだろうと関係ねえ。さあ、俺様の犠牲に酔いしれるがいい。巨大感電。いやよっぱ、ねえ巨大マックス技だよね。失望しました、ファンやめます。寄ってたかって言い過ぎじゃない？この耐久力的に持ち物は直帰で間違いなさそうですね。そしてお返しの大サイコ。これはさすがに耐えきれないぞ。そしてフィールドはサイコフィールドになったな。この難攻不落、どうやって突破しましょう。そしてストリンダーはダウン。あとは頼んだぞお前ら。ここはミミッキュを出してもいいのですが、殴り合っても勝てる気がしないので、ここはアーマーガーから入っていきます。ストリンダーが入れた毒を有効活用したいな。アーマーガーはタイプ相性的には有利ですが、最近のニンフィアは炎技を持っていることが多いので、ゴブゴブといったところでしょうか。ここは少しでも削るためにドッテンアヤを選択。なんだその言葉、いないれの必殺技かよ。ネーミングセンスなさすぎない？お、想像よりダメージが入りましたね。そしてお返しにダイバーン。うわ、アップない。火力が高すぎるな。けどさすがはアーマーガーですね。余裕の硬さだ、耐久力が違いますよ。ダイバーンで抵抗も晴れになった。次を耐えるのは難しそうだな。仕方がない、ここは切り気味に動きましょうか。さあアイアンヘッド。微妙に残りましたね。これイラン数を引いてたら倒せたかもな。そしてお相手はダイバーン。まあ耐えられるわけないよな。これで耐えたら込めてやろうと思ったのに。上から目線すぎない？けどこの体力、もしかしたら毒で倒せそうですね。お、
いけたな。よかったよかった。これも全部ストリンダーのおかげだな。心がこもってない。いやそれほどでも。あっ、意外と聞いてたわ。さあこれで両者残る敗退。こっちはミミッキュを出します。これでラストがルカリオとかだったら降参者です。その発言がもうクラブにしか聞こえないんだが。おい、どうすんだよ。お前がクラブ立てるからこんなことになるんだぞ。罰として8月中ポケモン付けの刑な。引退実験かな。まあ、特殊型とかの可能性もありますし、ここは最後まで戦いましょうか。あれ、ルカリオより早いんですけど。これは希望が見えてきたな。けどおそらくカウンターとかじゃないか。普通遅いルカリオは聞いたことがないし。しかしお相手は雷パンチ。マヒンナマヒンナマヒ。はい、芸人魂発しましたね。お疲れ様でした。しかし、このミミッキュはラムの身持ち。最後のターンでマヒバグを引くというつまらない展開を防ぐこのプレイングよ。さすがはミグ、俺たちにできないことを平然とやってのけるけど、これマヒバグ引いた方が動画的に美味しかったのでは。メタすぎること言わないで。ここはドレインパンチが安定。お相手サイコフィールドをご存知でない？いい感じに敵のプレイングミスに助けられた感があったな。ほんともう、初手 S バーンの時はどうしようと思ってましたよ。まあ、俺がパーティーにいたら普通に勝ってたけどな。その根拠のない自信はどこから来るの？ということで、対戦ありがとうございました。ということで、今回はここら辺でおしまいです。最後に可愛いストリンダーを見つつお別れです。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくな。俺様のイラストも待ってるぜ。次こそは俺も活躍してやる。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。次回も見てくれよな。